はい、カボス TV ゆうじです。いつもご視聴、たくさんのコメント、アドバイス本当にありがとうございます。今日はあいにくの雨ですね。で、台風接近ということで、私の住む大分県地方もちょっと今日は雨が降ってます。結構大型の台風のようですけど、幸いちょっとそれてですね、豪雨っていうほどではないですね。今のところ普通の雨という感じです。まあでも、まあ台風ですので今後十分注意が必要ですね。で、前回のクジラさんのライブの時にご質問が結構あったんですけど、まあ、私の地域は土砂災害危険地域ですかとかいう、まあ、コメントいただいてて、なかなか答えれなかったんですけど、まあそうなんです。私の住むところは、土砂災害危険地域ということで、まあ、ちょっとこの一帯はね、もうほとんどはそうですね、すぐもう家の裏が山なんで、もうなんか山の中に家があるような感じですので、まあこの一帯はもうほぼほぼ土砂災害危険地域に指定されてますね。まあということで十分注意が必要になると思います。ということで、今日は外作業ができませんので、ちょっと家の中で撮影をしようかと思います。視聴者の皆様からカボスをね、どうやって、ね、保存したらいいですかというちょっとご質問をたくさんいただいてまして、以前の動画にも配信したことはあるんですけど、もう一度ちょっとご紹介しようかなと思ってます。まあ保存っていうか、まあ3パターンあるんですけど、まあ果汁を絞って冷凍にする方法と、あと生花そのものを貯蔵する方法、あとは生花を割って貯蔵する方法と、3パターンあるんですけど、今日はその1つ、カボスを割って冷凍保存するということをご紹介したいと思います。どうぞ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。今からご紹介の方していきたいと思います。先ほど言ったように3パターンあるんですけど、果汁を絞って冷凍、あと生花そのものを冷蔵保存、カボスを切ってでそれを冷凍する、冷凍保存、今日は冷凍保存ですね。で、今回冷凍保存で使うものは種なしカボスを使います。こんな種なしカボスね、はい、これを使います。で、種なしカボスの方がカットした時に種がボロボロ出ないっていうところがあって、なので種なしカボスを使います。これ種ありカボスでも問題ありません。ただ種がボロボロ出るっていうだけで、それは問題ないです。で、これは皆様に発送した残りっていうかな、ちょっと弾いたやつですね。その日に取ったやつを、まあ、皆さんにお送りするんで、前の日に取ったやつが若干残るんですよね。まあ少し余分めに取るんで、残りを保存しようかと思ってます。ということで、これをじゃあ切っていきましょう。で、切り方の方は、まあ通常通りこのヘタがこうあって、これをまた半分にこう割ります。こう割ります。はい、種なしカボスね。あ、すいません、あとこのヘタは落とした方がいいです。こうね、両方ともヘタは落とした方がいいです。で、これをまた8等分、こうですね、半分を4等分、またこの半分を4等分、こういう感じですね。はい、これでまあ8等分にカットします。じゃあこれを先に全部8等分にカットしましょう。はい、もしですね、
だいたいこれぐらいの大きさになるんですけど、もうちょっと大きい方がいいっていう方は4等分とか2等分でもいいと思います。そしてですね、こういうジップロックがありますので、まあ、今回私 M サイズですね。 M サイズでこれぐらいの大きさになるんで、まあ、これにカボスを入れます。まあ、こういうふうに入れます。もうちょっと入れようかな。はい、できました。で、これを冷凍するだけです。これはなるべく平たくカボス同士の重なりがない方が使う時に取り出しやすいです。お互いがちょっとくっつくんで、なるべくこう平らな状態で使う時にポロポロと取れますんで、まあ、こういう状態がいいかなというふうに思います。これ今から冷凍していくんですけど、去年ね作ったやつがあるんで、それがどんな感じか見てみましょう。もう霜が降りて1年経つと、まあ、ちょっと色合いも黒くなったような状態ですね。1年経ってどんな感じか今から使ってみましょう。今日はあれやな、もう雨降るし仕事できんから一杯やろうかな。カボスロックアイスで冷たいのをギュッとやった方がいいやろ。あとですね、カボスをご注文いただいた方にメールでやり取りしてたんですけど、まあ、北海道の方でチーズを販売してるっていうか、まあ、結構私チーズ好きで、詳しくは分かんないですよ。そのただチーズが好きっていうだけで、なんか本格的なチーズを食べるとかそんなんじゃなくて、お酒のあてに、まあ、よくコンビニで売られているチーズとか、まあ、普通にスーパーで安いこれぐらいの四角で、ああいうチーズもよく買ってきて食べるんやけど、北海道のねチーズを食べてみたいなと思って、まあそちらの方からねチーズを取り寄せたんですよ。まあその時に、今少しだけ食べてみたんやけど、なんかね香りがすごくいいんよな。ほんでいろんな種類があって、まだ1種類しか食べてないんやけど、今度のライブでもそれ食べてみようかなと思ってるんやけど、少しだけちょっと今日食べてみようかなと思ってます。なんかついでにねゆっくりしてるんで、それはですね、東本乳楽館っていうのかな、こうですね、こういう牛乳もあるみたいで美味しそうね。こういう牛乳もこう見えるかな、ボケてない。お酒飲む前にこの牛乳飲んでみようかなと思ってます。こういう瓶の牛乳って珍しいんじゃないかな。普通もう全部牛乳パックやけどな、瓶の今はなかなかないんやないかな。でもやっぱ瓶がやっぱ何でもやっぱ一番いいわ。ビールとかでもやっぱ瓶と缶ではやっぱ瓶の方が美味しいやろ。まあいろんなジャムとかもそうやけど、やっぱり紙とかじゃなくてジャムも瓶に入ったジャム、やっぱそっちの方が絶対美味しいもんな。じゃあいただきます。香りは、ああ香りは普通やな。うん、なんか甘い。うん、美味しい、牛乳美味しい。俺あんまり牛乳ってそんなに飲まなくて、あんまり美味しいと思ったことないんやけど、ああこれ美味しいわ本当に。この牛乳、うん、うまい。いやこの牛乳うまいな。さすが本場っち感じやな、北海道な。とても美味しかったです。じゃあ早速ですね、カボスロックアイスで焼酎をいただきましょう。はい、でこうほぐすとパリパリこうほぐれるんで、こういう風に、入れて、もうどんだけでも入れてください、好きなように。これが凍ってるんでロックアイスの代わりっちゅうことね。ドド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 、はい、水入れました。まあこんな感じですね、マグカップにこれぐらい入れました。香りは今水だけやけど少し香るぐらいかな。そんなには強烈には香らないかな。焼酎入れていきましょう。で焼酎の方も視聴者様からぜひ焼酎を飲んでくださいということでいただきました。もう本当ありがとうございます、いただき物ばっかりで。でそれがですね、こちらの若塩、薩摩若塩。ラベルの雰囲気が良くない、これすごくいいよね。
まあ、これは芋焼酎ですね。鹿児島県志布志市の酒造会社、若潮酒造株式会社、鹿児島の志布志で作ってる、これいただきました。じゃあ早速飲んでみましょう。ありがとうございます。あ、おお、これはね、芋のいい香りするよ。すごくいい香りする。じゃあちょっと早いですけどいただきます。うん、この芋美味しいな。昔からの芋っていう感じ、芋の香りするんやけど、すごく飲みやすい。あ、それとあの前回のクジラさんのライブの時にもいただいたやつな、ホヤットさん、うん、これも良かった。鹿児島の芋焼酎美味しいよね。まああと一一緒にあの限定発売ということで、こういうお酒も一緒に入ってました。これは限定で亀壺貯蔵、千亀城、千亀城のもいただきました。これはちょっと次回のライブの時にいただこうかな。こういう風であのどうぞという風にいただきました。まあ千亀城の方は次回のライブでいただきましょう。美味しい。でカボスはただ漬けてるだけなんで、果汁は出ません。これ果汁出ない。で香りだけ、あの果汁が欲しい人は、これに絞るか、まああとまあこうちょっと行儀悪いんやけど、このコップの中に入れたカボス絞るか、少し香りがつくかなっていう感じですね。まあ果汁そのものはあの絞らないんで、 あとこれ作るときは必ずカボスは洗ってくださいね。洗って冷凍する。そうしないと使うときにそのままこのもう中に入れるんで、あの必ず洗ってください。あのこのカボスロックアイスの方はやはり浦島太郎なんで、使ったときに一気に老化が始まるんで、カボスの色がすごく悪くなります。どっちかというと黒くなるっていうかな。もし使うときは、まあ、このジブロックかな、その分だけこう手で取ってポンと入れて、そのままずっと解凍しておくと、あともう使えなくなるんで、あの使う分だけ冷凍庫から出すとした方がいいです。まあこういうふうに色があの少しやっぱ悪くなりますね、解凍したら。香りも、若干薄くなる感じです。もうちょっと絞ってね、うん、なんでこれはあのカボスのない時期、12月ぐらいからもうカボスがなくなってきますので、あのまあ黄色カボスやったらあるやんかな、黄色カボスやったらあるけど、あの緑カボスがなくなってくるんで、まあ12月から、次の年の8月までこういう風に冷凍保存して使うっていうのも一つの手かと思います。あとね、さっき言った東本入楽館の方であのこのチーズ買ったんですけど、ちょっと少しずつ食べてみようかなと思います。ナチュラルチーズのおつまみチーズセットっていうやつですね、ゴーダ、スモークゴーダ、チェダーっていう4種類の、チーズのセットになってます。わ、これ楽しみ。ここの順番で食べていきましょうか。最初はゴーダチーズ、これね、はい、これ食べていきましょう。あんまりチーズの味ってわからんねんけど、ただ好きっちゃうだけでね。香りはうわーいい香り、なにこれ、すげーいい香りするよ。このまま噛みつきます。普通切るんかな。すみません、あの食レポが下手なんやけど、牛乳の香りがすごくして、香りが先に立って、あ、これうまい。そのいい香りがする。噛めば噛むほど口の中でチーズのいい香りがして癖になりそうな感じ。はい、いただきます。次がスモーク、これがスモークかな。
これがスモークかな。あ、これはスモーク。すーげースモークのいい香りする。うわ、めちゃくちゃいい香りする。これなんかもう縦にこう裂けるな。うん、いい香りがする。うまい。これまたうまいな。いやー、これ美味しいな。いや、全部美味しいな。これね、これほんと美味しい。いい香りがする。これ焼酎に合うわ。合う合う。これ合うわ。うん、うまい。これうまい。スモークゴーダ。さっきのゴーダをスモークしたやつやな。あ、これはなんか楽しみやな。どんな感じやろ。なんかこういうのはいいよね。そのちょっとおつまみセットでいろんな味をこう楽しめるっていう。特に女子とかそうやな、いろいろ食べたいっていう人多いよね。いろんな味を楽しみたいっていう人がおるから、おつまみセットは絶対正解やわ。じゃあゴーダスモーク、これ香り、あ、あ、さっきのゴーダにちょっとスモークした香り。うん、わかるわかる。うん、じゃあいただきます。あ、これはね、じゃあスモークしたからかどうかわからんけど、牛乳のいい香りが少し抜けた感じがする。うん、これもいいね。いや、チーズ美味しいな。美味しい。あ、なんかもう止まらんわ。これチーズ美味しすぎてめちゃくちゃ美味しい。こんないっぱいチーズ食べよったらもうどんどん焼酎が進むな。最後に、チェダー。チェダーってちょっと色が鮮やかな色やな。チェダーってどういう意味なんですか、これは。でもチーズうまいな。じゃあこれ食べてみましょう。これチェダーな。これいただきます。それぞれなんかやっぱ味に特徴があるな。なんかこれ可愛いな。なんかトマトとかそんな感じ。じゃあ香りは、香りはまああんまり普通のチーズやな。じゃあいただきます。ちょっと味が違うよ。これなんて言うかな。なんて表現していいんやろ。奥ゆかしい味がする。変な表現ですいません。ずっと噛んでるとチーズのこう風味っていうか、最初はねなんかさっぱりした感じがするんやけど、ほんとな、表現が下手やけんな、なんか奥ゆかしい味っていうか、飽きない味。これちょっと塩気がある感じなのかな。どれも美味しい。やっぱチーズうまいな。すいません、ただのど素人がチーズの味わいをちょっと説明しましたけど、率直な意見でした。あ、でもすごく美味しかったですね。今食べた4種類どれも癖がなかった。チーズと焼酎って相性がいいよね。まああとカボスとね。ちょっと焼酎もう一杯いこうかな。まあ果汁を絞るっていう感じではないな。冷たくちょっと香りを楽しむっていう感じですかね。よし。素朴な芋の感じはなかなかいいね。やっぱ鹿児島って美味しい芋焼酎たくさんあるよね。酒造会社やっぱたくさんあるしね。あとですね、まあチーズは北海道なんですけど、沖縄の方からもね、こういただきました。沖縄のお菓子、チンスコーとか、チンスコー美味しい。これ、あ、違う、紅芋タルト。紅芋タルト美味しいよね。で、あと、チンスコーね、チンスコー。お、チンスコー大好き。チンスコー本当美味しい。で、まあ沖縄といったら、やっぱシークワーサーなんで、このシークワーサーのジュース。これ初めて見たな。全国で売られてないんかな。とちょっとまたいただきますね、この人だから。であと沖縄って言ったら青森。ちょっとね、今日は青森はきついかな。もうあんま青森ってきついんやろ。結構
宮古島の名酒って書いてあるな。菊の梅雨っていう30度だった、まだぜひね、今週の9月5日にまたライブ中継しますんで、まあ、その時にちょっといただこうかなというふうに思ってます。クジラさんとかは甘いお菓子とかが好きなんでね、ちょっと一緒につまもうかなというふうに思ってます。いや、チンスコは最高に美味しいよね。今日のご紹介は、カボスの貯蔵方法っていうか貯蔵方法ですね、3つあるうちの、今日1つ、カボスロックアイスの作り方、あと使い方ですね、これのご紹介でした。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。カボスのない時期でも美味しくいただけると思いますんで、若干香りなどは落ちますんで、まあその辺は焼酎2杯目ですけど、もうちょっとゆっくりして編集の方していきたいと思います。ではこの辺で動画の方は終了したいと思います。もしよろしければチャンネル登録と高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。で、皆さんもぜひカボスロックアイスチャレンジしてみてください。では今日の動画はこれにて終了します。次の動画でお会いしましょう。バイ。